さあ、オリックスですけれども、皆さん、昨日の試合は見ましたでしょうか？今回はですね、今シーズン第102試合目、8月の16日ソフトバンクとの試合についてお話をしていこうかなと思います。火曜日、台風ということもあって中止になりましたけれども、そこで先発を予定していた由伸がそのままスライドという形で、昨日は先発をしました。2試合ぶりの試合ということで、オリックスファンもですね、ちょっとオリックスの試合がないのは耐えられないというふうに思った方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、相手はですね、前回完封の有原投手ということで、もうね、やられるわけにはいかないですから、これね、ソフトバンク今3位ですけども、まあ、CS とかですね、短期決戦で有原投手ぶつけられたら、ちょっとオリックスとしてもですね、大丈夫かなっていうような感じになっちゃうと思うので、昨日はぜひね、打ち崩したかった、そんな展開でしたけれども、ソフトバンク対オリックス残念ながら、3対2で敗れてしまったというところで、昨日の試合についてお話をしていこうかなと思います。で、まず、スタメンですが、ご覧の通りですね。まあ、個人的には2番に野口選手っていうのがちょっとね、そうなんだっていうふうに思いましたけども、まあ、1番ラオウ、この辺もね、結構不調の選手を持ってきがちっていうのは去年から変わらずだったんですけど、まあ、茶の選手じゃなかったのは相性とかその辺を見てたのかなっていうふうに思っておりました。そんな中で1回の表からですね、お話をしていこうかなと思うんですが、2番の牧原選手にですね、危ないショートライナーを打たれるんですが、なんとか抑えて、2アウトから柳田選手にセンターにヒットを打たれます。ただですね、その後4番の近藤選手を三振で切り抜けて、まあ、無失点でスタートするという展開でございます。1回の裏、ワンアウトから野口選手がオリックスヒットを打つということで、初回からですね、初ヒットが生まれるということなんですけども、その後にですね、4番の森選手が、ライトにヒットを打って1塁3塁という展開になります。2アウトだったんですけど、まあ、非常に有原投手に好調というか、相性がいいという感じだったんですが、残念ながらですね、5番の頓宮選手が三振というところで無得点で2回の表に移ってまいります。ワンアウトから柳町選手にフォアボールを出してしまうんですが、紅林選手がですね、まあ、ゲッツできずに2アウト2塁になるんですね。で、解説の近藤さんもですね、あれちょっとファーストの走者避けすぎなんじゃないかっていう、話もあったんですが、僕もね、ちょっと3フィートっていうんですか、あれちょっとはみ出てんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、まあ、リクエストとかそういった抗議もなくですね、2アウト2塁で試合がスタートしていくということで、まあ、吉野部自身ですね、ちょっと立ち上がりからコントロールに結構苦しむっていうところで、栗原選手にもフォアボールを出してしまってですね、まあ、最終的には甲斐選手にピッチャーゴロを打ち取って、まあ、先制許さずという流れでございます。2回の裏、先頭の紅林選手デッドボールというところで、出塁するんですが、宗選手ライト前にヒットを打ってノーアウト1塁3塁になるんですね。ここで義母選手がファーストゴロ、非常にこうバウンドが跳ねたような感じだったんですけど、それで、ま、先制点をもぎ取るというところで素晴らしい、展開だったんじゃないかなと思いますし、宗選手の走塁も素晴らしかったですよね。そして3回の表ですね、先頭の、三森選手、セカンドに内野安打ということで、まあ、義母選手がですね、素手でこう掴もうとするんですが、あれやっぱちょっと怖いんですよね。昔なんかノムさんが、ああいうのは良くないと、ね、素手で取って怪我したらどうするんだと、突き指とか骨折とか、なりかねないみたいなことを言ってて、ちょっと見る側からするとすごく怖かったんですけど、まあでもね、解説の近藤さん曰く、グローブで取ったところで間に合わないというので、一か八か、まあ、素手で挑んだんじゃないかみたいなことを言ってましたけど、残念ながら掴み取ることはできず、その後にですね、牧原選手のファーストゴロを、頓宮選手が、まあ、エラーをしてしまって、ノーアウト一塁二塁という状態になります。まあ、あそこね、ファーストゴロ取ってたらゲッツーっていうような展開だったんですけど、その後にね、なんと柳田選手でしたから、ちょっとね、厳しいという展開でしたけど、2球連続で、高めのボールをですね、バントするんですけど、ファールになるんですね。で、最終的には、柳田選手三振、そして4番の近藤選手も三振ということで、まあね、柳田選手おそらくあれ自分で独断でやったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあソフトバンクとしてもこの試合はちょっと取りたいっていうような感じだったんでしょうね。で、5番の中村選手にフォアボールで、ここでですね、やっぱクリーンアップなんとか、3番4番一番こうケアしたいところを抑えれたので、なんとか無失点でっていうようなところだったんですけども、6番の柳町選手にセンター前で2失点というところで、まあ、柳町選手ね、やっぱり今年総じて吉田に結構相性がいいっていうような感じだったので、ここでね、柳町選手に回したのがちょっと運の尽きだったのかなと思います。で、今宮選手のサードゴロを打ったんですが、これはね、まあ、サード強襲という形で満塁になります。まあ、移り方的にはちょっとエラーっぽくね見出ましたけども、栗原選手をセンターフライに打ち取って3点目を許さずという展開でございます。3回の裏、2アウトから頓宮選手がレフトにヒットを打つんですが、栗林選手が凡退で残念ながら同点とはなりませんでした。4回の表、1アウトから三森選手センター前にヒットを打ってですね、柳田選手がセンター3ベースで3点目というところで、まあね、正直柳田選手ここはアウトにできたかなっていうところで、中継プレイでですね、まあ頓宮選手が暴投してしまうんですね。それでまあ3塁になったんですが、元々はまあ2塁だったんですけど、まあ、挟まれてっていうような感じでした。
ただこれね、中継プレイ結構ね、トングー選手が入るって結構珍しくないですか。ファーストの選手なんで、基本はやっぱセカンド、サード、ショートかなと思うんですけど、まあ、なかなか難しいプレイだったんじゃないかなっていうふうに思います。まあそれでね、チェンジにならずに、近藤選手と相対するというところでしたけども、ここはね、さすがですよ、打ち取って、追加点許さずという展開です。そして5回の表ですね、先頭の中村晃選手セカンドゴロで、まあ、打ち取るんですけど、義母選手がファインプレーで素晴らしかったんですが、2アウトから今宮選手にですね、まあ、カーブを狙い打ちされて、レフトにツーベースを許します。まあ、この後ねしっかり追加点許さずっていうようなことでしたけど、まあ、昨日の吉野部の、まあ、生命線ではないんですが、このカーブを打たれたっていうのがちょっとこう大きかったですよね。結果昨日の山本吉野部ですね、5回110球3失点なんですが、自責点0というね、吉野部としては悔しかったですし、オリックスとしても悔しかったですよね。フォアボール3つ、奪三振5という成績でございました。まあ、全体的にコントロールがちょっとこう苦しんでたのかなっていうところで、解説のね、近藤さんもストレートの高めがなかなかちょっとコントロールつけてなくて、結局やっぱ低めに投げて、それがまあ狙い撃ちされてるというふうに言われてましたけども、まあ吉野ね、たまにはこういう試合もありますから、なかなかねオリックスとしても、打線全く手がつけられないっていうような状態でもなかったんで、ちょっとここ行きたかったですよね。そして6回の表2番手に上がったのがノブということで、先頭の甲斐選手にフォアボール、三森選手がバントで牧原選手にもフォアボールっていうところだったんですが、柳田選手をセカンドゴロに打ち取るんですね。ここで義母選手のトスが上手すぎて、クレバヤ選手がちょっとこうついていけてないっていうような展開でしたけど、めちゃくちゃ上手かったです。最終的には近藤選手も三振で追加点許さずという展開でございます。7回の表、ワンアウトから柳町選手センター前でヒット打つんですが、今宮選手を併殺で追加点許さずということで、ノムがですね、買いまたぎで好投炸裂と素晴らしい投球をしておりました。7回の裏、先頭の宗選手がですね、ライトにヒットを打つということで、マルチの安打でございます。2点ビハインドの中、なんと若月選手にバントをさせるんですね。これ中島監督どうしたんだっていうふうに思ったんですが、まあ、ゲッツーをとにかく嫌ったっていうのと、代打セデーニョ、そして1番のラオウ、ここにかけたんだろうなっていうふうに思いました。まあ残念ながら、セデーニョも凡退、ラオウもショートゴロというところで得点にはならなかったわけですね。8回の裏、ワンアウトから、ケイタがですね、レフトにツーベースを打ちます。まあなかなかね、有原投手に相性が合ってなかったんですけど、その前の野口選手のピッチャーゴロがですね、まあ有原投手のちょっとこう、腕に当たって、それがなんか影響したのかなって、ちょっとこの打席だけでは思ったんですね。で、まあでもわからんということで、4番の森選手見ていたら、森選手非常に不調ですから、どんな打席するのかなと思ってたら、センターオーバーのツーベースを打ったんですね、2点目ということで。まあ不調でもですね、あんな綺麗にスイングするのはさすが森友哉さんだなっていうふうに思ってたんですけど、この辺からですね、あれちょっと待ってくれと、ピッチャーゴロの影響あるんじゃないかなっていうふうに思い出したんですね。それで、次のバッター紅林選手ですよ。ツーアウト2塁ですね。紅林選手レフト前に打ちました。これやっぱあるぞと、有原投手打てるぞと思っていたら、まあ添木コーチも回しですね、森選手もちょっと行く気満々だったのか分かんないですけど、ガッと回ってですね、残念ながらホームアウトでございました。でここを、まあ、人によってはね、ちょっと暴走だっていう人もいれば、まあ、行くべきだと、わからないでもないというふうに思う人もいるんじゃないかなと思うんですが、次のバッターがですね、森選手と唯一、日本のヒットを打っている宗選手だったんですね。まあ、なので、非常にその得点の確率が高いわけですよ。で、回した段階で結構もう近藤選手はもう早急対戦に入っていたので、正直タイミング的には厳しかったんじゃないかなと思うんですね。で森選手もそんなになんか足がむちゃくちゃ遅いってわけでもないと思いますし、走塁技術も高いので回したくなる気持ちってのすごくわかるんですけど、結果9回の表ですね、宗選手オスナ相手にセンター前を積んで、これですね、やっぱツイッターでもつぶやいたんですけど、得点の匂いがすごくしたんでね、非常にもったいなかったんじゃないかなっていうふうに思いました。この辺皆さんいかがですかね。で最終的に、先頭の宗選手オスナ相手にセンター前を打って、若月選手がピッチャーゴロで二塁に行くんですが、これ大城選手がですね、めちゃめちゃ惜しいレフトフライというかレフトライナーを打って、でもうね発狂してですね、ちょっとあの椅子から転げ落ちてしまったんですけども、それぐらいやっぱ惜しかったっていうのと、普通に打ちそうだったんですよね。なんかめちゃくちゃ期待値高かったんですけど、レフトライナーを打ってしまって、最後のバッターラオウですけども、まあねまっすぐ高めを初球構えられて、それをヒッティングしてボール球でしたけども、もう甲斐選手がもう思うがままに、ラオウが反応しちゃったっていう感じですよね。で追い込まれて、3球目もう意味わからんぐらい外れてるスライダーをですね、ちょっと振りかけるんですね。あの段階で、まあ、最終的には外空で、
ブンブン丸して終わるんだろうなと思っていたら、やっぱり粘ったりとかファールとかあったんですけど、最終的にはね、変化球を振って空振り三振ということで、昨日は5タコでございました。これね、下ろすのかわからないですけども、ちょっとその前の、2週間ぐらい前のそのエラーみたいなのがまだ引きずってるのか、その落とす前からあんまり変わってないんですよね。まあ、なので、ラオウとしてはこれね、いろいろ多分考えてるんですけど、頭の中でごちゃごちゃなってるのかわからないんですが、中島監督ね、まあ、どういう風に運用していくのかっていうのをちょっと今日の試合から注目していきたいなという風に思っております。ちなみに試合後の中島監督ですけども、由伸が頑張っていたんだけども、守備がこう足を引っ張ってしまったと、それだけだという風に言ってましたけども、オリックスですね、この日まで、失策の数がパラ最少の33でございました。まあ、トングエラー含めてエラーもどきみたいなのがチラチラとあったので、まあ、珍しくですね、オリックスの守備陣がちょっと崩れ落ちたという展開でしたけれども、対有原投手に関してはぶっちゃけですね、3点は取れたなっていう風な感じでした。ただやっぱりピッチャーゴロで腕に当たった影響っていうのがあって、それで2点取れたので、それがなければですね、もしかしたら、得点1っていうような形で終了していたかもしれないっていうことを考えると、まあ、2試合連続ですね、ちょっとやられてしまってるっていうことですから、ちょっとね、もう一回有原投手と対戦をさせてください。そして次こそボコボコにさせてください。そんな感じで思っているので、ちょっとソフトバンク戦有原投手と、相対する時にはですね、めちゃめちゃ気合い入れて応援しようというふうに思っております。ということで、今回のお話はですね、昨日行われた試合についてお話をさせていただきました。ぜひですね、何か思うことがありましたらコメント欄を通じて教えてもらえたらなというふうに思っております。ということで、今回のお話は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録と、そしてグッドボタン、お忘れの方は何卒よろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。